Welcome back! お帰りなさい。マレーシア在住、歩くパワースポット代表ライトワーク、アトモです。では、鳴らしていきまーす。お疲れ様です。おはようございます。Good morning! では、お羊座さん。お羊座さん。お帰りなさい。ちょっとさ、噛みまくり。お願いします。よろしくお願いします。では、今日は、お羊座さんに、龍神様からお羊座さんへのメッセージを受け取っていきます。よろしくお願いします。はい、今日はいつものように、いつものように3枚タロットカードを引いて、その後になんとこちらの龍神様カードを日本に帰った時に私の母がプレゼントしてくれました。こちらを使っていきます。最後にどんなカードが出たかっていうのを出していくので、最後にご確認してみてください。よろしくお願いします。で、今日の御朱印はこちらのね、これミウラ氏、私友達と森戸神社さんにいた時に開運のなんだっけ、開運巡りっていうのをやって、こちらの南海神社さんに行ってきました。南海神社さんね、すごくなんかマグロのさ、おみくじ、なんかマグロのおみくじを釣れるんですよ。なんかそれね、すごくやってみてください。なんか楽しかった。友達とさ、なんか行くとすごい楽しいなと思う。そうでね、その回って3社回ったらコンプリートでね、こちら限定でねもらえたんですよ。ラッキーで、しかもこれがね、なんか木みたいな感じの素材で、すごくいいでしょ。そう、ね、すごいもらいました、パワーを。はい、ありがとうございます。はい、そしてこちらは川越八幡宮さんです。はい、川越八幡宮にいた時もね、動画にもあるんですけど、私なんだっけ、ハローを見たりとか、彩雲なんかオレンジ色、私はねもう本当にオレンジ色、彩雲って虹色のなんだっけ雲だと思うんですけど、その時ねすっごいオレンジだけで誰も見てなくって、でこの描いてくれるお姉さんとお話ししてて、たまたま龍神様の話ですっごい盛り上がったっていうのを覚えております。でその時に彩雲見たんですよみたいな感じで言ったら、なんかみたいな、お姉さんも見たかったみたいな感じで言ってて、なんかすごい、それぐらい彩雲とか見るのすごくレアなので、よかったらその動画もあるので、気になる方は概要欄に貼っておきますので、概要欄からチェックしてみてください。ではちょっとすいません、喉がなんか、喉乾燥しません？わかんない。マレーシア最近なんか、日本に私いた時6月5日の便で帰ってきたんですけど、そのね、帰る日とかすごい喉が乾燥してて痛くて、皆さんこまめな水分を、こまめに水分をお取りください。で今ねマレーシアすごく暑くて、エアコンとかもつけてるんですけど、なんか夜ねやっぱちょっとドライになる。はい、そんな感じで皆さんしっかりと水分は取ってくださいね。なんか日本暑いかな今、なので体調とかにも気をつけてくださいね。ということでこちらもらっていきます。お羊座さんへのメッセージです。では受け取っていきましょう。あ、ちょっと待って、ちょっともう一回。ではお羊座さんへのメッセージを受け取っていきます。よろしくお願いします。はい、いつも本当に応援してくださっている方、本当にありがとうございます。とっても感謝しております。感謝感謝です。おかげさまで、なんかもうそろそろで1500人ぐらい行きそうです。今月2000人目指して頑張っております。はい、よろしくお願いします。あとちょっとでね収益化にもなるんですよ。なのですごく楽しみでございます。あと1300時間ぐらいかな。なのですごく楽しみでございます。お羊座さんへのメッセージ、龍神様からメッセージをもらっていきます。すごいね、今回日本に帰った時すっごい龍神様が会いに来てくださって、もうその辺ビュン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 飛んでるみたいな感じ。もう神社に行くともうすごいいっぱいいて
いっぱいいてっていうかいっぱい飛んでてくれて知らせてくれておりました。はい、ありがたいですよね本当に。はい、ではこちらです。3枚出していきます。1枚目何でしょう。お、2枚目、3枚目。お、なんかうん、ではこちらの3枚が出ました。はい、これね、静止してるのはね、あの、そう、こちらね、静止してるのはあのサムネになるんですよ。はい、ではお羊座さんのメッセージなんですけど、そう、なんかね、うん、なんか進みたいことあります？それはなんか長期で考えるといいよっていうふうに言われていて、そのためにはあの一旦なんか今すごい流れがすごくよくって、でもこれからなんか長期的になんかやりたいなとか思うことがあったら、なんかまずは情報を集めたりとか、なんかこうなんていうんだろう、洞察力、なんだろう、いろんな人のを見るといいよみたいな、なんか一個に絞らないで、一個の人、例えばなんかこうセミナーとか行ってもいいんですけど、例えばね、セミナーとかで自分が気になる人のことをもちろんなんかリスペクトしてるとか、こういう人になりたいなっていう人物のところに行くのもいいんですけど、それはなんかすごく本当に夢かなの法則で、そういうのすごくいいんですよ。自分の憧れている人のところに行くっていうのはすごくいいことなんですけど、それ以外にもなんかいろんなこと、いろんな人のお話を聞くのもいいよみたいな、そこでやっぱり重要なことって同じメッセージが引っかかったりとかするので、なんか今はそのいろんな情報を集める時だよっていうことと、なんか人と協力して将来的に長期でやっていくっていうのを考えるといいよっていうふうに言われています。うん、そう、なんか今はすごくなんだろう、充実していて、なんかあなたのやっていることも成功していたりとか順調に進んでいってる、だけどなんかこうもう少しワンランク上を目指すんであれば、行動、あ、情報をあの受け取ってから行動をするといいよっていうふうに言われています。そしてあの、なんだろう、どっちかというと誰かと協力してやったりとかしていった方が長期的にいい。でもそれはあなたが信用できる人、うん、まあ、心から信用できる人とやるといいよみたいな。もしくはなんかあなたが最初に一人で行動をしていて、あなたの才能を買ってくれる人を、あなたのことを応援してくれる人が現れたりとかもするっていうふうに言われています。うん、とにかくあなたは行動するんだけど、その前にまずいろんな情報を集めたりとか、いろんなものを観察して情報を得てねみたいなことを言われております。そう、それをね、龍神様が言っています。なんか今その順調で、順調なんだけど、もっと上に行けるよみたいな、あなたはもうワンランク、ツーランク上に行くことができるよみたいなね、そう、それに向けて行動していってほしいみたいな、なんかその今あなたそこに満足しているかもしれないけど、でももうちょっと上に行けるよねみたいな、行った先はもっとあなたのプロジェクトが大きくなったりとか、あなたがやろうとしていることが大きく大きくなっていく、でもそれは一人ではなくて、やがてこういろんな人とあの協力してもっともっと大きくなっていくよみたいな、でもそのためには情報を集めてねみたいなことを言っています。そう、あなたはすごくあのおひつじ座さん、あってるね、おひつじ座さん、ちょっとさ、私いつも言えないのよ、おひつじ座さん、ちょっとすいません、なんかこういう感じでやらせていただいております。はい、でもそんなね、私自分大好きですから、はい、そんな私も可愛いなみたいな感じで思っております。はい、失敗したとしても、あ、私って可愛いなって思ってあの受け流しております。はい、なんかそうで、おひつじ座さん、そう、おひつじ座さん、あってるね、そう、お羊座さんはすごくエネルギッシュで行動力があって勇気がある方なので、なんかそれをやっぱり友人様も知っているっていうことなので、うん、そう、そうなの、そうなの、そうなの、知ってるからなんかそういうところが好きだよみたいなことも言っています。はい、なので、まあ、もうちょっとあなたならもうちょっといけるよねみたいな、なんかそういう感じ、
しかもそこで満足してないよねみたいな、今の状況でなんか満足してるように自分で言い聞かせてるけど、なんか満足してないよねみたいな、あなたもっと行きたいよねみたいな感じで、もそのためにはもちろん龍神様もサポートするんだけど、必要な情報をしっかり掴んでいく。そうするとなんかこう龍神様が、あ、この人あなたに必要だよねみたいな、この人あなたに必要だよねっていう、そのご縁を運んできてくれるっていう風に言ってるので、そのためにはどういう風な人物になりたいのかとか、具体的にまず考えていくことと、なんかどういう風な人物になりたいかっていうのを思い浮かべた後に、そうなるためにはじゃあ何が必要かっていう情報をなんかしっかり掴んだり、人がどういう動きをしているかなとか、そういうのをしっかり見てみるといいよっていうふうに言われております。はい、なんか応援してるっていうふうに言われていますね。なんか大きなプロジェクト的な感じが将来的には来るから、そのための準備を今してほしいということです。なんかやりたいことあります？なんかでもそのなんかこれやろうかなとか、なんかちょっと今もうちょっと上に行こうと思ってたんだよねっていうようなことがあったらそれです。はい、見た時がタイミングだし、それだなって思ったことがそれです。あなた の行動するきっかけ、チャンス、ひらめきなので、それを行動してみてみてください。はい、見た時がいつもタイミングになります。はい、そしてこちらのチャンネルに来ていただいたことも本当にご縁になります。本当にありがとうございます。感謝しております。はい、では龍神様から最後にメッセージもらっていきます。こちらは読ませていただきます。はい、でもちょっとね、私先に言っときます。ちょっと漢字がに苦手な部分があるので、なんかそこをちょっとつまずいたりとかしたらお許しくださいませ。はい、よろしくお願いします。はい、なんかねちょっとね、漢字でたまにね、何この漢字っていう風な感じで、はい、読めない時があります。はい、ではよろしくお願いします。でもね、そういう私もね、全然大好きですから。全部受け入れる。はい、そうするとね、なんかね、ストレスフリーなんですよね。私ストレスないんですよ。いつもハッピーを心がけております。はい、よろしくお願いします。はい、おひつじ座さんのメッセージ。なんかすごくない？黄色。1番、金龍さん。お、来た。いよいよ形になる時。よっしゃーみたいな感じですね。やっぱり効能がさ、すごいからですよ、おひつじ座さん。そのエネルギッシュの力、いってね、みたいな感じですよね。はい。なんか超やる気になりません？私、すごい今、バーンってエネルギーもらいました。はい。では読みます。1番、金龍さん。いよいよ形になる時ね、欲しいと願ったものを実際に形にして目の前に運んできてくれる金龍さん、いいね。お金、仕事、住む場所、会いたかった人、恋人など物質化できるものが現実となって引き寄せられることを暗示しています。ほらほらほら、来た来た来た。また天命を果たすためにリーダーシップを発揮するようになることを告げています。やっぱほらね、長期的にプロジェクト、みんなで協力していく、あなたは多分リーダーですね。お羊座さんリーダーです。そして、龍神様からのメッセージ。今までよく頑張りましたね。頑張りましたね。もうお羊座さん頑張りましたね。あなたが望んできたものがいよいよ現実化する時です。受け取る準備はすでにできていますから、欲しいものを喜んで手にしましょう。受け取っていきましょうね。手に入れた後、それをどう生かしていくかはあなた次第。誰しも変化は怖いものですが、怖がらずしっかり受け取ることが大切です、ということです。はい、でね、ラッキーフードは炭水化物、白米、パスタなど、炭水化物だって。で、ラッキープレイスは杉の木が植えられている神社。行きましょう、行きましょう。あとはね、やっぱり金龍さんなんで、ゴールドのアクセサリー。溜まっちゃった。でもメッキでも OK だって、優しくない？めっちゃ優しい。はい、ということで、金龍さん、めっちゃいいかの。金龍さんね、
私も大好きで、そうめっちゃいいよ、いろいろ形になるんですって。なんかテンション上がりますね。しかも一番だからさ、夢叶うじゃんみたいななんかそういう感じですね。おひつじ座さんもおめでとうございます。よろしく。夢は叶いました、おめでとう、ということで、はい、このようなメッセージになりました。おひつじ座さんおめでとうございます。金龍さんも見守っているということで、あなたの理想がどんどんかかかな興奮しすぎて言えない、あなたの理想がどんどん叶っていくよっていうふうに言われています。そのためにはやっぱり情報とか、あなたの理想、長期的なスパンで、あの、なんだろう、計画を立てるといいよっていうことです。はい、ではこのメッセージがいいなって思ったら、ぜひ高評価と受け取った方もぜひこちらで応援していただけるととっても励みになります。ありがとうございます。はい、おひつじ座さん最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。とっても感謝しております。感謝感謝です。そして見てくださったあなた大好きです。ありがとうございます。はい、では今日もおひつじ座さん言えてない、今日もおひつじ座さんにとってとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。ではいってらっしゃい。 Have a wonderful day. Thank you so much for watching. Have a wonderful day. Thank you. お仕事だった方はぜひもうさ、すいません、ちょっと興奮しすぎてねお仕事だった方はお疲れ様でした。ではそう、これからも皆さんに応援していただけるようなメッセージを届けていきたい、いきますので、よろしくお願いします。では、ありがとうございます。バイバーイ。